エンカウンターは、1934年浸水のイギリス海軍の駆逐艦、EEQ の一艦である。ホーソンデスリー社で、建造、1933年3月15日に、寄港、1934年3月29日に、浸水し、同年11月2日に収益した。他の同系艦と共に、エンカウンターは、第5駆逐軍を編成し、本国艦隊に所属した。 1939年9月の第二次世界大戦回戦の直前 E 級駆逐艦は心臓の K 級駆逐艦に置き換えられた。1940年のドイツ軍によるノルウェー侵攻時は本国艦隊艦艇,艇の護衛に当てられた。それが終わるとエンカウンターもジブラルタルへ移された。それから1年以上たまにイギリス本土とジブラルタル間の戦断護衛に従事した他は 地中海で活動した。エンカウンターは1940年11月27日のスパルティベント岬沖海戦や1941年2月のジェノバ攻撃に参加した。極東で戦争の危機が高まってくるとエンカウンターも巡洋戦艦レパルスなどとともに1941年10月に当時イギリスの植民地支配下にあったシンガポールへと向かい、 12月初めに到着した。戦艦プリンス・オブ・ウェールズと、巡洋戦艦レパルスが1941年12月10日のマレー沖海戦で日本軍の攻撃によって撃沈された後も、最初はインド洋での戦団護衛に従事し、それからアメリカ、イギリス、オランダ、オーストラリア連合部隊に加わった。エンカウンターは1942年2月下旬に、スラバヤ沖海戦に参加したが、 3月1日、澄んだ海峡で、従順洋艦エクセター、アメリカの駆逐艦ポップと共に、日本艦隊の攻撃を受け撃沈された。まず駆逐艦山風が、エクセターの乗組員67名を救助、続いて、エンカウンターの生存者、約240名が、雷艦長に救出され、艦上で救急措置を受けた後に、オランダ海軍の病院船をプテンノールに引き渡された。 クローニックシークリング1939から1945ありがとうございます。